えっと、社長の金子でございます、えっと、正面向かって左側が東京電力パワーグリッド株式会社議官の塩川でございますで、えー、正面向かって右側が東京電力パワーグリッド配電部配電部長代理の持田でございます で私東京電力パワーグリッド候補担当の内野と申しますそれではまず社長の金子の方からあ皆様の方に現状をお伝え申し上げた後質疑応答に入らせていただきたいと思いますそれではよろしくお願いしますおはようございます東京電力パワーグリッド社長の金子でございます 台風15号に伴います広域かつ長時間に及ぶ停電で大変ご迷惑をおかけしており誠に申し訳ございません昨日19時に停電復旧の見通しを示しし多電力からの応援を最大限投入し復旧に臨んでまいりました静岡神奈川茨城につきましては 神奈川県内の土砂崩れ等で作業に着手できない一部の地域を除き夜半にほぼ停電を復旧してございます一方千葉におきましては雷雨に伴う作業の一時中断現場作業を進める中で判明いたしました作業量の増加夜間作業に伴う想像以上の作業効率の低下などの理由で 進捗がはかばかしくなく、現時点で46万戸以上の停電が残ってございます。ただいまこれを解消すべく作業量の精査。え、先ほどお話し,しました静岡神奈川、茨城復旧したエリアの工事力を千葉に最大限集中して、えっと復旧をえっと進めてまいります。 現時点からですね最大限の早期の停電者解消に進めますが現時点ではですね本日中全数の解消に至るかどうかの見通しは現在立ってございません引き続き復旧作業に全力注力をするとともに復旧状況につきましては見通しも含めましてホームページツイッター等で逐次ご説明を務めてまいりますまた 停電がさらに続くことから、病院並びに避難所等、自治体様のですねニーズを的確に把握した上で、私ども保有、並びに多電力から応援に駆けつけてまいりました電源車を配備させることで、スポット的な停電解消を図ってまいろうというふうに考えてございます。これらのスポット的な停電解消した場所につきましても、順次、ツイッター等を通じまして、 速やかな情報発信に努めてまいります。重ね重ねでございますが、えっ、ー、と長時間並びに広域の停電、長時間続いてますことを改めてお詫び申し上げまして、私からの説明は以上でございます。それではあ、失礼ですが着席をさせていただいた後、ご質問を賜れると思います。 それではご質問のある方挙手の上えー、お名前をなんていただいた上でお願いしますはいじゃあそちらの方今マイクお手元共同通信の石井と申しますあの停電が、えー、解消しないのは千葉県内に限るということでよろしいんでしょうか はいえー、と先ほどお話ししましたように、神奈川県のいわゆる土砂崩れ、それから大量の倒木で、えー、とまだその道,道路というかです、ね、電柱を立てる場所が確定できない、いわゆる作業に着手できないエリアが一部ございますが、えー、とそこを除きますと、あと残りは、えー、と千葉県ということでございます、うん、千葉県のもう少し詳しいエリアはお分かりになりますか。 えーとえー、千葉県のエリアにつきましてはあの、えーと、ホームページ等にも載せさせていただいておりますが、かなり全域にわたっておりまして、私どもの死者、えーと,まあ、というものが、えーとまあ、千葉市、えー、並びに木更津市、成田市にございますが、各エリアともに、えーとまあ、お広く、えー、あの分散しているということで全域に広域にあの、千葉県全域にわたってということで、えー、ご理解いただければと思います。 あ重全域にわたって本日中の、えー、復旧が難しいという理解でよろしいんでしょうか。あの昨日もですね、えっと 時19時の時点で12万件12万戸以外は復旧ということで作業はですね多電力の応援それから私どものエリレの全域からの工事量を投入してございますので停電の範囲が今申し上げたとおり全域にわたってますので全域パラで動いてございますですから千葉の千葉市内も含めましてそれから沿岸部含めまして全域になってます。で実は作業を 進めてさらにはその後、えっと、当社職員によるです、ね、最終的に電気を送っても大丈夫かというその確認をして送っていくと、順次進めてございますので、えっと、エリアによって、えっと、早いとこ遅いとこ出てまいりますが、全域にわたって作業を進めていっているというのが実態でございます。よろししいでしょうかかじゃあ えっと、あ、すみません、N. H. K. の野口と申します。えー、っと、昨夜の、昨夜中に十二万個という話でしたけれども。それが実現できなかった大きな、一番大きな要因というのは、ら、雷雨というふうにおっしゃいましたね。雷雨が一番大きな要因ということですか。 えっと先ほど3点申し上げました、まあ、雷雨で、えっと、まあ雷雨も非常に断続的に続いたものですから、作業をです、ね、例えば止めたり、それから開始したり、作業を中断したり、これの繰り返しになっています、これが作業効率を下げたことは1点、さらにはです、ね、えっと、いわゆる作業をど、どこがどう壊れているかというところは、まず、えっと、一巡した中で確認します、それで作業を確定して現場に乗り込むわけですけれども、直している中で、さらに追加に、えっと、直さなきゃいけない部分っていうのは、現場で出てまいりますので、 そこが、えー、と作業を進める中での作業量が増加したというのが2点目、それからもう1点目は、えー、と中間に予定した作業がですね徐々に、えー、と日没後、夜間にずれ込むという量が増えたことによって、まあ、夜間作業とあのご存じのとおり、非常に効率が下がるというのは、私ども想定してございますが、中間に予定した作業が夜間にずれ込んだということが、想定以上にその作業効率の低下を招いたというのが3点でございます。 でえっと従いまして、今申し上げた、えっと、天候は今回復している状況とそれからあの先ほど申しました通り作業量がどういう実態になっているかもう一度精査するとともにいわゆるその確認できている以上に作業量があると、まあ、昨日の経験を踏まえまして作業量多め工事力を多めに投入するということで想定以上の作業量が増えることに対する対処をすること。 それから作業効率を上げていくことにつきましては、いわゆる昨日は人海戦術で入れてたところを、いわゆる現場の確認、それから復旧作業、それから最終の画面前の試験と、この流れをいかに速やかに効率よくするかということを、工事会社、当社社員のうまいその流れを作ることによって効率が上げられるものというふうに考えてございます。 よろしししいでしょうか朝日新聞の伊藤と申します、えっと、応援について言及がありましたけれども、電源車など、その体制現時点の体制について、あの自社のもの、他社のもの、えっと、どういう体制になっているか、あとそれで大体、その概ね例えば災害拠点病院だとか、カバーできるのかどうかとか、そのあたりの見通しを教えてください。 電源車につきましては、今現在、千葉エリアに多電力さんからの応援も含めまして、110台ほど電源車を配置しております。で、このあと、追加的に多電力さんも含めて50台程度の追加、160台程度の数字まで持っていきたいと考えております。一方現現在そういうい意味では現状 ご要請いただいておりますのが約100件程度でございますので、現段階では足りていると、ただ、これからいろいろと、かなり電源車で送っていても、系統が復帰しますと不要になりますので、これから新たな要請いただいたものに対しましても、そういったものを適切に配置買いをしていくということで、これからお客様の 自治体様のニーズなどを捉えて、こちらから積極的にその拠点、いろんな場所にご要請を受け伺いながら配置していって、最大限、電源車については活用して、スポット的な供給については対応させていただきたいというふうに考えているところでございます。それれから追加なんでですけれどもその昨日時点で、まあ、今日12万件以外 しているだろうという見通しがあって、それが46万件以上残っていて、でそのこの先の見通しが立たないということなんですけれども、あのそのだろう判明した作業だったとかです、ね、具体的に何ができなくて、こういう状況が起きているのかというのをもう少し詳しく教えていただけますか。あの今現在、あの46万件程度残っているというところにつきましては、あの今現在あの、修理の作業につきましては、あの先ほど3つのエリアがあると。あの千葉の 千葉エリア、千葉市を中心とするエリア、あと成田エリア、あと木更津エリアというところにつきまして、今現在判明している修復必要な箇所につきまして、千葉エリアでは約8割修理は完了していると、また成田支社エリアでは約9割完了していると、で一方、木更津支社エリアについては3割が工事が完了しています。ただこの後このの 設備の健全性をあの少し家電試験と申しまして電圧をちょっとかけてちゃんとこう電気を送ることが安全かつ安定的に送れるかどうかという確認をやった上でえっと復電あの電気をえっと復旧するという手続きがございますのでえっとそういう意味ではあの今四十六万件が まだ停電しているというございますが、作業については、エリアによってばらつきがございますが、一定程度進んでおりますので、まずはその平行的にそこのところに、お客様に対しては早急に復旧できるようにするということと、一方で、特に木更津エリアを中心とするところについて、修理を、またリソースを投入して対応していって、そちらの回収を最大限。 進めてていいいきたいとういうふうに考えております追加なんですけれども、えっとと、ということは千葉、成田については、まあ、家電試験ができれば復旧は早いだろうということなんでしょうか、それとあと木更津については3割ということで、これはその何がその工事を阻んでいるんでしょうかあの基本的にあの1点目のご質問につきましては、まあ、これは、まあ、現在、まあ、分かっている範囲のところで8割、9割と申し上げましたので、まあ、これ以上、えっと、追加的な。えっと トラブル等がなければかなりの割合で比較的先ほど申し上げましたように家電試験というものをやった上えである程度復旧できるかなと思っておりますそれで一方であの木更津エリアにつきましては、えー、とかなり山深いところも木更津のエリアっていうのがかなりあの房総半島の、えー、と真ん中から南全体でございますのでそこまでのアクセスでありますとか えとまあ、面積的な広がり等もございますので、えーとまあ、リソースは最大限投入いたしましたが、えー、とちょっとその進捗が遅れているというところがございます、まあ、そういう意味では、えーと今、千葉県内においても、えー、外からさらに応援するリソースの配置については、えー、当然あの千葉あ、木更津エリアを、えー、重点的に配置することで、トータルとしての、えー、停電復旧時間を、えー、と極力早期にさせていただきたいように考えているところでございます。 最後に1点なんですが、その家電試験なんですけれども、その大体どういうプロセスをやるのか、それであのまあ、一般的に大体どれぐらいの時間がかかるものなのかということを教えてくださいあの実際にはあの家電試験ということで、仮の電源からその復旧させたとこの配電線に電圧を引火して、その電圧をかけた結果で、えー、と絶,縁あの絶縁というか、あの ショートしないとか、えー、っと事故が起きないいととうことを確認し、ますでこれについては、えーっとまあ、この上、またあのいろんなことであの、まあ、その確認試験を経た上で、えー、っと制御所というところでその配電線を、えー、っとまあ系統側に復帰するということでやっておりますので、えーっとまあ、その時間によりますけども、まあ、そこの現地まで行くところもありますのでおおむね 2>, えーまあ、2時間ないし3時間では、えーとまあ、回収しているものについては、えー、と電気の復旧ができるかなと思っておりますこれはその例えばそれなりに広域の地区例えば何でしょうあの1つの市とか2つの市とかの,あのいわゆる系統のエリアの広さでやるのかそれとも,なんていうかもうい細かいところを23時間やっていくのかそれは基本的にはあの回収が終わったあの配電線単位で。 試験をやっていきます全部待ってということではなくて、小規模でできるところから試験をやって、電気をお送りして、停電を解消させていただくという、そういう流れでございますよろしいでしょうか。はいじゃあその他 すみません日本経済新聞社の落合なんですけども2点ありましてまず1点目で確認で普及,に普及については最短で12日になるということでよろしいでしょうかというのが1点目と2点目で本日中にどれぐらいまで普及できそうなのかという現時点のめ処,、ね、処とか見通しがあればお願いできれば幸いです。えっと 昨日19時の段階では、まあ、本日中におおむねおねとかまあ12万個を残してあ昨日中にですねで本日それを終了させるということを見通しをお話し,しましたただ一方以降昨日夜を通してですね作業に入っていく中で先ほど申し上げたような我々見えてなかったものが見えてきたという状況でございますでこれから全力でやっていく中で先ほど申しましたところの精査それから工事力の投入をですね しっかりと作業量と作業に伴う工事の手それから復旧それから家電試験とこの流れも含めてしっかりとと今一度ですね正確な復旧 それから復旧の見通しをお知らせしていくのが我々のまず一つの大事な責任だと思ってございますのでえっと現時点で終了のえっと見通しというのはあの発表できませんが今の聖地が終わった段階では随時復旧状況並びにそれの終了の見通しというのはえっと発信してい,るあのいける見通しでございますですから本日に最大限やっていく努力はもうしあの進めてまいりますが昨日の状況を見ますと今一度精査した上で皆さんに正しい情報をお知らせしてまいりたいというふうに考えてございます。 よろしいでしょうか。はい。じゃあその他ご質問。はい。じゃあ真ん中はい。三島健二です。あの台風が来た当日でしたかね。あの東電はあの二千三百人体制でやってるという案内ありましたけれども、この二千三百という数字は今あの増えたり減ったりしてるんですかね。えっとまあ二千三百という数字はえっ、ー、と我々の受け持ちエリア全域でございました。 でえっと、逆に、えっと、先ほど4県以外の部分は当日中に復旧してございましてであの残る4県にその人員も含めて、えっと、集中的なあの工事力それから当社社員それから多電力の応援というものを投入してございますですから、えっと、そのボリュームというのは当時からです、ね、多電力の応援を含めて増えているという状況でございます。並びににに、えっと、エリアのの中で通常計画的に作業を行ったりお客様に供給の 工事をしていると、その作業も含めてすべて千葉に投入すべく進めてございますので、えっと事実につきましては、えっとえ現状千葉だけでも2000人入ってございますが、全域の工事力をえっとこう千葉支店、千葉にですね、千葉県域に集中して投入してまいります。よろしいでしょうか。その他、はい、一番手前の今マイクお持ちします。すみません。 あすいませんあの朝日新聞の新江川といいますがあのすいませんか確認なんですけど今まで、えっと、復旧いつまで完全に復旧する見通しだというのは今まで示していたんでしょうかそれとき、まあ、今日の復旧の見通しは立っていないということでしたけど改めて今後、その復旧の見通しがある程度きょ中もしくは明日中とか立ちそうなあの見通しがあるのであれば教えてください。お願いします あの昨日、復旧のご説明をしたときには、まあ、本,日中本日まで残ってしまうものが12万個 といいう,うに考えてございましたで12万戸をまあ本日中極力進めてまいるという、まあ、先ほど神奈川の状況をお話ししましたとおりいわゆる崖崩れであるとかどうしてもその大量の倒木で入れない箇所多分これは一部残るというふうに考えてございましたがそれが昨日の想定でございます。で、えー、と本日これからのお話でございますが繰り返しになりますがいわゆる工事の作業の状況を、えー、とまあ 昨日の経験を考えると当初見込んでいたよりも若干増えるという前提でそれの工事の量を当て込んでいくさらには工事復旧から、えー、と家電の試験をした上で最終的に電気をお届けするまでの検査の工程も含めたいわゆるそこの 手順ですねそこをしっかりと整流化流れをきれいにすることによって効率を図っていくということを、えっと、しっかりこれから精査いたしますでその結果、えっと、作業の進捗に応じて、えっと、停電が解消した地域の実績を示すともに最終的なそのエリアエリア単位、えっと、いわゆる市町村単位でですねどういう形で何時頃を復旧見通しできるかということも含めて皆様方それからお客様それから行政様に含めてお知らせしてまいりたいというふうに考えてございます。 すません今のところで2点つまり昨日の時点ではある程度きょ今日の段階で、まあ、うまくいけば復旧が見込める可能性があるということで説明してやったということでいいですね。 一部困難なところを除いては、本日週には解消できるのではないかと、それを目指して進めてまいりましたが、そこが先ほど申し上げたとおり、想定からちょっと違ってたという状況でございますもう1点です、と今日精査して、ある程度流れが見えてくるということで、で今日中にある程度、その辺の復旧の見通しが見えてくると考えればいいですか。 えっと、どこかの時点で全てのところというよりは進めていく中で聖地化が見えたところから順次出してまいりますので、えっと、本日中にはかなりの部分の最終的な見通しをお知らせできるというふうに考えてございます、はい、であのそれからあの繰り返しになりますけどご迷惑かけてございますので最終的にその早く停電解消するのもさることながら本当にそのエリアエリアがどのぐらいかかるのかということをお知らせしていこうと思ってございますので本日そこについてはお知らせあの最大限の聖地 生かした、えっと、復旧見通しをお知らせしてまいりたいというふうに考えてございます。わかりました。ありがとうございます。その他、ご質問、賜ります。あ、何度も失礼します。読売新聞畑に、あの、一点だけですけれども。あの、台風から、こうやって三日経っても、こんだけ停電が残るっていうのは、これはもう珍しいケースと考えていいんですかね。 気象等で発表されてます通りいわゆるその関東エリアを直撃する非常に過去に例をないほどのいわゆるその風速、それからまあ気圧という規模でございましたのでそう考えると私ども,も含めて過去になかなか経験でき,できなかったような、えっと、あの台風の被害でございました。で、えっと 4県を除くエリアはほぼ解消したんですけれども被害の集中度合いが沿岸部の静岡、神奈川、千葉、茨城とこれはもう通年通りなんですけれどもさらに千葉エリアにそれがさらに千葉全域にわたって非常に多くの設備に被害を受けたといろいろその被害の集中度合いが1県もしくは4県に集中したということでも非常に過去の例を取りましてもレベルの非常に厳しい被害だったというのが実態でございます。 はいち一番後ろの今マイク、お届けします,すみません、フジテレビの新のと申します、今、千葉に被害の集中度合いが高まったとおっしゃってましたが、そこ、なぜ千葉にこれだけ集中してしまったかっていう理由を教えてください。 あの詳細なですね被害の状況それからそれがどういう形で原因だったのかというのはこれから精査することになりますがいずれにしましても千葉のエリアが台風の通路に通路にちょあの 直撃したことと、非常にその前風の状況がえっと厳しかったのではなかろうか。というのが私ども現時点の状況でございます。で、あの、今回の被害の状況につきましては、しっかり。この後せいあの原因を確認しながらですね。 最近の台風の状況、昨年の状況、それから本年度の状況、また来年も含めて同じような状況になりますので、そこに対して我々がどんな備えをしなきゃいけないのかということも含めて検証してまいりたいといいう,うに考えてございますあともう1点だけ、千葉と成田のほうが8割、9割ということは、もうそこのエリアについては、本日中に復旧はもうできると思っていてもいいということですか。 えっと先ほど申し上げましたまあ8割9割というのはえっと現時点で作業が終了しているとでそれからえっと先ほど塩川からお話ししました通おりおおむねこの後23時間かければ最終的な確認の上送電できるというふうに考えていますの逆にそれぞれのエリアの残りの2割1割というところは作業にまだ今あの作業やってる最中でございますのでその作業の完了 からですね、それから最終確認の試験、送電という段取りを含めますので、なかなかアバウトなお話をできるつもりはありませんが、非常にその残りの残作業が少なくなっているので、本日中にできる見通しというのはいや、確約はなかなか難しいところがございますが、かなりの部分がそのエリアについては、本日中、解消できる見込みだというふうに考えてございますその他ご質問お願いします。 よろしいでしょうかじゃあ,あの私あどうぞすみませんえ日本テレビの石川です先ほどの質問に重なるんですけれどもあのこれだけ被害が出たことというのはあの今の設備ではあの台風に対してこう 体制というかあの十分なあの備えができていなかったのかもしくはあ今後、その辺をきちっとあの強靭化する,かするとかあのどれくらいこう課題の強さとしてお考えになっていますでしょうか。 えっと、昨年の台風20号、21号というもの、日本、まあ、私どものエリアではそんなに被害が多くなかったんですけど、関西電力様、中部電力様のところでは被害が出ています。でまあ、今年もですねえっと 関東の近辺に来てから台風が非常に勢力を増してえっと強い勢力のまま上陸したというのがえっと昨年も今年も続いているという状況でございますこのいわゆる自然災害のいわゆるその激甚化というものはえっと昨今続いてございますので先ほど申し上げましたとおりその風の状況であるとかそれからその折れている電柱の被害の状況これを精緻にしながらえっとまあどういう形でレベルアップをしていくのか、まあ、事前の分 設備対策の部分、それから起きた時のオペレーション、要するにいかに停電を復旧するかということも含めた、オペレーションの部分を含めて、しっかり検証して、最適にどういう形で安定供給を続けてまいれるかということも含めまして、検討してまいりたいなというふうによろしいでしょうか。うどうぞじゃあ 再度の確認なんですけれども、そのえー、とこ,この一晩明けて作業量があの増えたっていうかあの、できないところが分かったというところなんですが、まあ、具体的に言うと、あれですかね、倒木等があって現場にたどり着けないとか、そういうイメージなんでしょうか。 大きく2点あります一つは昨日の段階で見込んでいた作業よりも現場に乗り込んでいって作業を進める中で実際直す量が増えてしまったと要するに一つの当該の現場の中で直す量が増えてしまったということとそれから先ほど木更津といういわゆる山間部のところになりますといわゆる倒木があのいわゆる平地のところとは作業のいわゆる 時間というか、効率が非常に悪いということもございますので、えっとそこが原因だというふうに考えています。ですから、えっと先ほど繰り返しになりますけど、これから作業量の精査、政治化ということをお話しする中。でもエリアエリア単位でどのぐらいの作業時間がかかるのか、作業効率がどのくらいなのか？ それからえっと作業量が多分増えるということを前提に、必要な工事力を少し割り増しした形で現場に振り向けるということを努めてまいりたいなというふうに考えております。あの皆様方にご迷惑かけているあの昨晩からのこの経験をですねえっと本日のえっと復旧に最大限えっと生かして、繰り返しになりますけれども、本日中、多くの部分をえっと復旧できるように取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。 よろししいでしょうか、はい、あの先ほど、社長の金子からも申し上げましたが、えっと、私どもといたしましては、復旧作業に引き続き注力するとと,ともにです、ね、その復旧状況、見込み等も含めまして、ホームページ、またツイッターなどで,です、ね、積極的に情報をです、ね、提供させていただきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 それでは本日は早朝よりお集まりいただきまして申し訳ございませんでした以上をもちまして会見の方を終了させていただきますありがとうございました